数年前、長崎県の平戸沖からその歴史がスタートした九州北部の青物ジギングは、アングラーの増加と船長たちの努力によって玄界灘一円に楽しめるエリアが広がった。福岡県宗像市の神野港は、そんなジギング船がひしめき合う一大基地として全国にその名が知られている。今回はこの番組ではおなじみとなった萩原徹が、神野港沖に広がる玄界灘に潜む大型のヒラマサやブリに勝負を挑む。今回のウアパラ九州 TV は玄界灘のジギングをお届けしています。やるぞ。今日は玄界灘に来てますよ。玄界灘の方にでね、今回は、この港のね、ハピネスシックさんにお世話になって、玄界灘のね、冬場のジギング、こちらをやってきます。で、今回使うのはね、これね、じゃん、新製品、今年のね、春リリース予定のドラッグメタルのね、新型ドラッグメタルフォースセミロング、ちょっと長いでしょ。で、今までの、ね、従来のフォースと同じような非対称ボディだけど、ちょっと長いセミロング形状、これを使ってね、冬の玄界灘一日楽しみます。さあ、どんな魚が待ってるでしょうかね。早速やってみましょうか。じゃあ行ってみましょう。まあ、この時期、まあ、春先を見据えてこう、まだね、ブリがいたり、あとはヒラマサね、いると思うので、メインはヒラマサとブリ。とりあえず10キロ釣りたいですね。10キロ、なかなか風がね、この時期強く吹いちゃうとなかなか出れないんですけどね、今日タイミングよくちょっと弱いので出れてる感じです。今回ね、タックルの方はとりあえずね、ジギングロッドで、ジグはね、200から250ぐらいしゃくれるようなもので、 P ラインをね、3号から4号を使うような感じです。で、今ね、あの P の方3号ですね。で、リーダーがね、60ポンドこれでいきます。で、リールの番手は、まあ、3号、4号が 300m 最低でもね、負けるものをね、使ってもらうといいと思います。はい、で、ジグの方がこれ、こちら、ね、ドラッグメタルフォースのセミロングのね、シルバーの お尻だけグローのラインとグローマーカーが入ってるやつね、これの 200g、 これからいってみます。ね、釣りする前にちゃんとね、ドラグだけ必ずね、チェックしましょうね。63m。 じゃあ行ってみます。止め、行ってみよう。 63m からです。で、フックはね、フロントシングル1本、まあ、ボトムから30ぐらいですね、半分ぐらいまで巻き上げて、また落とす感じで、どちらで流してるので、ね、ラインの角度がね、だいぶ立ちすぎちゃうと釣りにくくなっちゃうんで、そう、沖にだいぶ糸出ちゃったなと思ったらしっかり回収して、また落とし直した方がいいですね。朝一ワンチャン地合いが多分どこかであると思うのね、それ逃さずに狙い切りますよ。結構みんな、船長もそうですけど、早めのワンピッチで誘ってるんで、ちょっと逆に2分の1ぐらいで刻んでジグをしっかり飛ばして誘ってみようかな。ワンピッチよりも半分の巻き、糸巻き量2分の1ピッチぐらいで、こういう反応が悪いので移動です。はい、今状況的に言うとね、潮がね、そんなにまだ速くないので、ちょっと軽めの、ね、ジグ使いたいので、柔らかめのロッド、ビガーの 6C のね、603の M、
これでいきます。でジグの方はねドラクメトロフォースセミロングの UV のねグリーンゴールドの 155g これでいきますね。いってます。そんなもんだよね。ちょっとちょっと解説中に釣れたんすか。なんと先に当たりを捉えたのは黒石船長。見えた見えた。黒石船長は小型のヒラマサをキャッチ。中層ですね。だいぶ追っかけてきて何回か前当たりがあってからのドンとだいぶ食い上げてきてる感じがですね。美味しそうなヒラゴですね。今ですねこう導線船長も、まあ、シルバー使ってるでしょ。で導線してる方もシルバー系使ってるんですよね。で僕だけゴールドなんですよね。カラーで当たってないのか何なのかっていうのが知りたいですよね。これで釣れちゃうとちょっと迷っちゃうからな。で今回ねこの今使ってるドラッグメタルフォースの、ね、セミロングタイプ、こちらは従来のドラッグメタルのフォースとね比べるとだいぶセミロングというだけあってな長さがね長くなってるんですよね。なのでこうシャクタとの横へのスライド幅、それがまあ感覚的に言うとドラッグメタルフォースの3倍ぐらい横にスライドして、まあ、クワセの、ね、横にビューンと青物が好きな水平してそれを長く取ってくれるようなジグになってます。なのでこうシャクでピュッて飛ばしたとねなかなか糸がこう落ちていかないぐらいな感じで横にねジグがとどまってくれるような感じなので、まあヒラスとかねブリにはもってこいのジグになってます。でラインナップ的に言うとちょっと軽いところもねリリースしますんで、まあ、夏場の SLJ とかにも使えるような感じの軽いウェイト、そこもねリリースしてきますんで発売まで、ね、ちょっともうちょっと晴れぐらいになると思うのでお楽しみにお待ちください。トレッカーズでございます。登り直すかな。ちょっと深場 85m なんでロトまたねスピニングの方ですね。でジグはフォースのセミロングの200これでいきます。カラーはシブラーゼブラ。そろそろドカンと来るんじゃないですかきっと。するとおしきたおしきたよし食ったやっと食ったよ。ストップでしたねストップ。元気ですよ元気ですよ。あ、ヒラっすね。ヒラじゃない、ヒラっぽいですね。ヒラっす。ヒラゴ、ヒラゴよいしょ、ありがとうございます。イエーイよし、ほい。ちょっと可愛らしいサイズですけどね、ヒラゴ。とりあえず1本目ゲット、ね、ジグはフォースのね、セミロングのねシルバーのゼブララインが入ってる、テルネゼブララインが入ってるカラーでしたね。結構ボトムからね 10m ぐらい誘い上げて一瞬ストップ入れた時に、まあイメージ的に言うと水平姿勢ねきっちりバンと取れた時にゴンって食ってくれた感じの1匹です。まだまだこれからちょっとねまだ可愛いサイズなんでこれはリリースで、ありがとうね、リリースします。行くぞ。よし、ほれ行きましたね。いやまだまだこれからこれからどんどん狙っていきます。はい、今ねこう釣れてるのがねシルバーベースにねこうラインが入っててテールだけねグローに入ってるカラーなんですけど、これが本当に効いてるのかどうかちょっと確認したいので他の色にねカラーチェンジしてみます。もしかしたらグローが効いてるのかなとか、まあ、シルバーが強い方が効いてるのかなっていうのがちょっとわからないので、同じシルバー系ですけどこれね今度セミロンから出る新色ね、背中とお腹側がねピンクだ、ダブルピンクのグロレインがね入ってます。で片面だけですグロが入ってるの、反対側ほら入ってない、こっち側だけ、ね、これでちょっと変えて狙っていきます。でウエイトは同じ 200g これでいきます。これで
作ってくるんだったら今日はシルバー系のグローはねちょっと強いのかなっていう感じですね。向きを間違えて、このフラット側にアシストのリングがね来るようにしてくださいね。こっち側ね、こっち側。まあなんでかっていうと、このフォースのセミロングも姿勢がこう膨らんでる側が下に必ず来るように設計してあるんで、上にね針が絡まらないようにこっちのフラット側に、逆にしちゃうと、まあこういう状態で針がついてるとね、アシストフックがねちょっと短めに絡んじゃったりするんで、必ず上向きにリングはつけてください。こっち側の向きですよ、こっち側。よし来た、食い上げたぞ今。よし、ボールですね、ボール飛ばして、ボール中にスワッと糸吹け出て止まってくれたもんね。食い上げました、完全に食い上げた。見えてますよ、やつだったね。よっしゃー、やつでした。ちょっと可愛らしい、でも太ってますよ、ほらパンパンで。さあね、狙いはもっと大きいやつ釣りたい。今回はサイズアップ狙います、どんどん、ね、絡まるね、ピンクヤズ、やっぱりねヤズブリ系ピンク好きですよ ね、 ね、この子もブリになって帰ってきてもらいましょう。ありがとうね、今リーします。おい、小型ながらもヒラマサやヤズを連発させた萩原、後半戦サイズアップといきたいところだが、果たして魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊、魚のさばき方から盛り付けのコツまで全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方もぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。今回のルアパラ九州 TV は玄界灘のジギングをお届けしています。ちょっとですね、風も若干強くなりつつあるので、ジグを、ね、200から250、ね、一番大きいサイズ 250g で、この色、一見シルバーなんですけどね、これ UV ですね。でお腹側だけ、ここだけグローの、ね、ラインが入ってる感じ、ね、これでやってみます。なんとなく今日ね、あんまりこう糸出すよりも立ってる方、着底1回2回目ぐらいの方が当たりが出てるので、なるべくね立ち気味で釣りをした方がいいかなと思うので、ちょっと重くしてみますね。これで反応を見てちょっと当たらないようだったら、今当たってる200の方に戻して釣りをする感じ。よし、じゃあいってみます。よいしょ。もう何でも食うような状況であればね、ジグのカラーとかウェイトとかそこまでね気にしないで、周りの人と同じぐらいな感じに合わせてもいいんですけど、ちょっと食いが渋いような時は、まあ重くしたりちょっと軽くしたり、カラーをちょっと変えてみたり、反応を見ながら釣りした方がいいですね。惜しかった、萩原狙い通りにヒット、止めで食ったね。重い方がやっぱりいいのかな、最初落としてすぐですからね。ラインの角度自体がこう立ってる方が食いはいいみたい。だから横に引いてくるよりは上に逃げてくるアクションの方に反応してるっぽいですよね。ヒラスですね、ヒラゴ。よし、はいはい、ありがとうございます、ね、250にしてラインの、ね、角度ちょっと気にして立ち気味、なるべくこうバーチカル気味、横に斜めに引くんではなくて上に上がってくる、ね、そんな感じで狙ってみたらね、一発でしたね。よし、ジグアクションと形状合ってますね。しっかりだからイメージだけ、もうどこで食わせようかっていうイメージをね持ってあげて、それでロッドアクション
させるですね。誘ってついてこい、ついてこい、でここで食わせろね。チクタク、うそよし、来た、そう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 、ついてきたね、今のは。こうやって何匹こうじゃれついてきて、やる気のあるやつが食ってくるから。ね、最後剪定見るとこうやって多少暴れてくるんで、そこだけ気をつけてくださいね。もうちょっと小ぶり。可愛いサイズですけど、ヒラマサですね。よし、これもセミロングの 250g の UV のグロー、これできました。これがバットからグンって入るぐらいのやつがいいな。そんな話をしていたところで、萩原連続ヒット。ね、曲がるけどちゃんと魚浮かせられるんですよ、この竿。フルソリッドでここまで曲がるけど、ね、腹に当ててもここまで立ててもしっかり浮いてくるから、ほら浮いちゃうんですね。こう反発がね、フルソリッドのロッドって魚に対して優しく騙しながらこうリフトできるような感じ。楽しいっすよ、ぐねって曲がるけどしっかりこう魚とのやり取りがね楽しめるんで、はい、します、お願いします。よいしょ、よし、ほい、パン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 です、ね、パンパンな美味しそうなやつゲット。続けて狙っていると、あ、触った、触ったぞ、惜しくた、惜しくなったぞ。よしよしよし、一回前あたりあってしっかり追ってきてくれましたね。結構ね、ボトムから15メーターぐらい上までで1回触って、そこから5メーターぐらいですね。フルソリッドのロッドね、こう細身ですごい曲がるイメージなんですけど、このビガーっていうロッドに関して言うと、こう魚が暴れて引き込もうとしてる時にね、こうゆったり耐えてるとちゃんと差の反発でね戻ってきてくれるんで、で下手にね、魚と引っ張りっこっていうよりね、ナチュラルにあんまり違和感を与えず魚とねやり取りできるんで、結構すんなり上がってきたんですよね。こうやって全然負けちゃうでしょ。ほらで、こうやって走ってる時も耐えとけば、竿のこの優しい曲がり方で魚いなしてくれますから。これ今剪定見て暴れてるだけなんで、はい、出ておいでね、船の下入ったら、ただこう耐えとけば回ってくるんでね、お願いします。よいしょ、ちっちゃい平子ですね、ちっちゃい。でも気持ちのいい一匹だった。追って前あたりから連続でね誘い上げて釣れた一本。これもジグは新発売、今年春ね出ますからね。このセミロングのピンク、ダブルピンクのゼブラ、今日グローから結構当たってますね。グローはいいかもしれない。さらに続けて、よし、じゃれついてる、よしよし、萩原に当たりが止まらない。よし、ありがとうございますね。ブリとはいきませんがね、まあ可愛らしいはず。このパンパン、ほらパンパンですよ、ね、
でジグの方はねフォースのセミロングの 200g の UV のね UV シルバーのグロベリー、これもね新色です。いかがでした？この後も当たりは止まらず、惜しくた、よし、よし、気持ちのいい引きを何度も楽しんだところでストップフィッシングを迎えた。それで上がりましょう。ノーカンです。はい、といったわけで残念ながら今日はここまでですね。まあちょっと冬のね限界なので、新製品のドラッグメタルセミロングね、これを使って一日ね釣りを楽しんでみました。まあサイズはねちょっと小さかったですけど、まあいろんな誘い方それとパターン掴んで楽しいジグができたと思います、ね、名残惜しいけどまた10キロオーバーもっと大きいのは次回リベンジしたいと思います。ありがとうございました。くそ、もう一回行きたいね。まあ夢は取っときましょう。ありがとうございました。漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。